皆さん、おはこんばんにちは、うぷぬしです。今日は、アニポケマスターズトーナメント、第4試合、サトシ VS 大悟、についてお話しさせていただきます。よろしくお願いいたします。勝敗ですが、予想通りサトシが勝ちましたね。なんかコメント欄で、みんな肯定的だったのが驚きでした。もっと荒れてると思ってた。私個人的には、全然理解不能な試合でしたね。そして退屈。アローラ Z で決めたのは良いんですが、それ以外の過程が意味不明すぎました。特に、ユレイドルと、ボスゴドラがほぼ見せ話で、ワンパンだったのが謎すぎました。チャンピオンってこんなに弱いの?って思ってしまいました。ボスゴドラとユレイドルのやられ方が、意味不明でした。最後ピカチュウはまだ良いんですよ。それ以外はダメです。ボスゴドラは、鬼人マジカル社員の、ダメージだけだし、ユレイドルに至っては、ほぼアイアンテールの、ダメージだけ。メタグロスは、ピカチュウ Z、アイアンテール、エラ神のダメージ。なんで、アランのメガリザードン X の、効果抜群のブラストバーンでも、余裕で耐えてたのに、あの技でやられるんですかね。というか、サイコキネシスってああいう技でしたっけ ?XY の時だと、ブラバンを、相殺していたはずなんですけど。ボスゴドラが鬼火、マジシャダメージだけって。いやひどいなこれ。あとユレイドルは、相手でほぼワンパン。神事の特訓が役に立った、といえば聞こえは良いですが、それならボスゴドラじゃなくて、メタグロスに鬼火打つと思うんです。さすがに、これはこじつけだと思われるかもですが、よかった点を挙げるなら、ロケット団が応援してくれたことと、再登場組くらいですか。神事が、微笑んだところも良かったです。ただ、試合内容が、皆さんは、今回の試合をどう思いましたか?よかったら、コメント欄で教えてください。今日の動画は、これで終わります。ご視聴ありがとうございました。また、次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。